じゃあ、どっちが切れそうか勝負しようぜ。はい、いいよ。はい。ちょっとの、動画撮どうら、今月からね、動画いっぱい上げていかなあかんということで、やっぱ新入りの、ジュノリンセちゃんと、キルス勝負。もうキルスどっちが上かっていうのを分からせてあげないあかんもんな。おお、早速1キルしてるやん。しかもドロップタワーってお前、結構詳しいな、お前。俺いつもの癖で降りてもたいんけど、提供なんとこ。敵いないんだけど、あれ？もっといた気がしたんだけど。あっ、さくらビビアン。新たな安全地帯が確定しました。車どこにあるか分からんねんけど、俺、こうやらんの。ここがあって、相手は全はい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 。然あっけないものね。これ、雲手が出ろ、ちょっと。はい、自販機すぎ。なー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 
コースター行きたいよーん。敵おるかなー。やばい、ミスターミスター、ギャグミスターやばい。危ねえ。これは外側回って。大体敵いました、今。外側回ってるのに気づかれてなくて。敵にヒット決定は全滅。バレてる、バレてない俺。え、最強じゃん、これ。え、なんで全然当たらへんのよ。なんか、何この当たり方で。あ、君やん。大丈夫、リンセ、キルス。あ、すみません。あなた3キルでした。申し訳です。すいません、すいません。申し訳です。ちょ、ジェットコースターっぽいって。弾薬をください。これどこだ？目、俳優。これどこだ？中性下だ。スケボーで見やす。やばい、それはまずい。シャト。目標に命中よ。全滅。はい。マジエアポッツ。ちょっと入っちゃ。ちょっと入っちゃ。マジでエアポッツ次でやりたくねえから。すぐ終わらしたい。これなんだ、どこに出ておるのか全くわからんな。じゃあちょっと世間話というか KOPL の振り返りでもします。リンさん、 KOPL の振り返り、はい、はい、ぜひ1試合目からよろしく。1試合目ってどうなんすか。あ、滝や。1試合目、残り2試合目なんだっけ。滝、滝。あ、滝か。うん、今日は、今いや、確かあれか、マーチンが後ろから出てきたやつか。で、ローガイズにタイミング挟まれて、それで、オダブツになったし。あれか。あれはね、やっぱ後ろからマーチン来てると、あったから。いた。2試合目何やったっけ。2試合目なんだっけ。マジで覚えてない。あんま覚えてないな。あ、あれや。残る試合なかったからね。あれや。アスタンのガイモや。あ、ミゲさんが紹介でやった。そこ 4枚行きたいやつや。敵を1人倒したよ。マジであれか。やばいよな。あれはちょっとね、ひどいから。ちょっと投げてくれって感じ。気づかんわ、さすがに。あれでも 1V1 したらよかったんで後悔してんねんな。俺もね、そんな大抵4枚抜けばよかったと思ってんで。結構ガチカバーできたから、リンセ後ろったからワンチャン変えとこかなみたいな感じでずっと打ち合ってなかったよな、ちょっと。いや、俺はね、なんか見え支えてるから
顔をしようかなと思ったけど、ラインさんが返してきたから。あ、そういうこと。そう。でさ、なんてあのスケボーに当てにくい。ミさんの後ろにさ、豆腐あったんだよ。豆腐がない、豆腐じゃないわ。サンダテ。サンダテでさ、もう相手バイクだったから絶対抜けたけど、新たな安全地帯が確定しました。感じだったから。あ、そんな感じだよ。まあ、あれもやってよかったんじゃん。ワンちゃん。そう、相手がさ、4枚って知ってたから、そしたら、悔しいかも。KOPA は全体的に割とチキってたイメージある。なあ、今日全体的にチキって多分、でも2日目俺は強いから、でもその強い理由って多分強気に似てるからな。そう、いやなんか、アスタのやつもなんか4枚なのに行くんだと思って、まあ、じゃあ1とかも、味方の1とかもあるけど、悔しい部分あった。3試合目何やったっけ？できなかったし。3試合目何やったっけ？4試合目は、高かった？4試合目か、テイクマネってやつは。あれは4、4試合目も確か、なんだっけな。すいません。3試合目なんだ。3試合目がマジで思い出されへん。ん？あ、あれじゃない？あやたか岩突じゃない？あれは最悪やな、もう最悪すぎて分からんわよ。あいつが岩突して、覚えてねえよ。天国に寄せられて、そうやな。まあ、何が起きてもあんま気にしてないけど、何が起こるか俺は。敵をダウンさせた。お前敵見つけるの産まない？安全地帯が縮小しています。だってボコボコやん、えぐい。ほんまに敵見つからん。で、4試合目か。あ、坂北のやつ、レイ君が寝て。4試合目さ、ああ、ほんで。ほんで4試合目、アンチ、何やかんや寄ったけど、マンティスに4号勝てなかったですね。そう。いや、結局あれさ、俺が2枚やって、プリンさんも1枚やったから、なんだっけ、勝ったんだけど、もうなんか、ここが判断いろいろ見せて、確かにな。俺、うわ、でも俺のタイミングで詰めたかったな、最後無理に別に行かんでよかったよな。まあ確かに、しかも多分仕掛けるなら1回の方が良かったよね、あれ。2回か2回。いや、余裕で2の方がいいねんな。マジあれ。もうそのまま動いてもうた、言われたから。で、5試合目は？あれ見せたな、俺が。5はなんだ？もう外のやつもね、言うて、多分チキったから、途中で。そう、あれがね、普通にいつもの外人さんだったらやれたし。なんか悔しがってたやん。詰めたらよかったみたいな。うん、うん、うん。多分今日全体的に弱気なあれやったから、しゃあない。確かに、みんな焼きやった。俺も焼きやったし、思い通りにいかないみたいなと思った。なんか俺が戦う時、さっきからずっと外務してくんねんけど、何を。どこにおんのよ、しかもこれ。屋根上か？今何の試合目？ 6 試合目って言う。5。5は何だっけ？レイ君が起きた絵。9やんな、5って何やったっけ。あれ、あ、んあれや、スロープ。あ、スロープか。あれはあれか。あれさ、まあ、確かに、なんていうの、俺の予想さ、手前の岩で2枚逃げて、そいつ速攻潰すみたいな感じだったけどさ、確かにガニさんじゃない、ミゲさんのさ、岡山の岡本キットって。敵全然手前おらんかったし、流れてたから、普通に岡でキープでもよかったよ。なんなら岡キープの方が優劣よかった。アンチ入ってたし。スロープの射線切れとかあったし。グレ投げれるしな、まず。投げれたから。
それはちょっと落ち着きなかったかなみたいなから感じる。あの6何やったっけ、6車両が撃たれてる。アビスや、もう火力不足や、もうそんなんしゃあないわ。火力と連携不足やな。4対5チキった。俺もチキったし。てか俺で逆に高級でワンブリアンしたかった花やな。俺毎回運転の時誰かに待ってたな。敵をダウンさせた。近距離せずに死ぬの一番おもんないやん。それな。俺中距離より近距離早いし。なんか不利な近距離になってるけど、もうすぐ。中距離苦手やからな。敵をダウンさせた。ずっと敵と遊んでんだけど。新たな安全地帯が確定しました。よろしく。ゼノの新入りにキャリーされてみたです、タイトルは。ちょうどいいや、リンセ新メンバー強さ見せてきて。いやーマジ今日はなんか違かったなって感じですね。まあこういう風にあるから立て直しやな。はい、ここで引きずっても意味ないから、まあ、いかに切り替えれるか。きつい。これ多分通常勢やろ、こんな連携ちゃんと組んでんの。えらいな。普通に焦ってくるもんな、通常勢。え？かわしがいてんだけど。え？しゃあない。しゃあないし。じゃあちょっと KOPL 反省会という、あの名もないタイトルで、とりあえず1個の動画撮れましたわ。